コルンビアルンバとは、キューバのアフリカ系住民の間から生まれたラテン音楽であり、リズム名でもあり、ダンス名でもある。また、1930年代にアメリカ経由でキューバのソンがルンバとして紹介され広まった。これはキューバでのルンバとは別物であるが、世界的なルンバブームを経て、社交ダンスやムード音楽など独自の発展を遂げた。 キューバのルーツミュージックとしてのルンバはキューバに奴隷として連れられてきたアフリカ系民によって成立した音楽及び踊り。主にハバナとマタンサスで盛んに演奏されており、休日、誕生日、結婚式など様々なパーティーで踊るときに使われている。ボーカルとコーラスのコールレスポンスとパーカッションを主体としてスペインの伝統的な従業士のスタイルと黒人音楽のリズムを持った。 根結の音楽である。ルンバにはテンポが速い順にコルンビア、ワワンコ、ヤンブーの3種類がある。クラベス、パリートス、コンガ等によるパーカッションのリズムにボーカルが掛け合う構成をとる。クラーベというラテン音楽の基盤となるリズムの構成をとっており、2から3、または3から2のビートからなる。キューバのルンバは近年アフロキューバンダンスとして諸外国に 理解されつつある。キューバ政府は国営のダンス学校や舞踊団を運営し、ダンスを学ぶための外国人留学生や観光客を受け入れるなど、ダンスと音楽を観光、文化資源として奨励している。しかし、ルンバの舞台が街頭から劇場やスタジオに移るとともに、即興を排して、よりコンパクトに洗練された形に定型化していった。ルンバの持つエネルギーは、 維持しつつも、個人的な愛や、社会批判など、仮想階級のダンスとしてのアイデンティティは失われつつ、ある。2016年、キューバのルンバが、ユネスコの無形文化遺産に登録された。キューバのンの一つ、ドン・アスピアス楽団の、エルマ・マニ・セーロや、ザビアク・ガート楽団の、シボネイがアメリカでヒットしたとき、レコードのレーベルに、ジャンルの説明として、ソングと混同されないためと、 エキゾチックな交換を狙い、ルンバと記されたことから、欧米では、キューバ音楽イコールルンバとして定着してしまっている。このため今日に至るまで、用語の混乱を招いている。今日では、どの場合でも、ルンバと表記されることが多いため、表記のみで意味を確定することはできない。1940年代後半以降、キューバ発祥のダンスを、 西洋のダンス界が取り入れ独自の解釈がされ、生まれたダンス。1955年、競技ダンスの正式種目になる。ラテンダンスの中では滑らかでゆったりした動きが特徴。当時は、リズムの取り方が、一拍目から踊り始める、スクエアルンバ派と一拍目を待って二拍目から踊る、キューバンルンバ派に分かれ大論争が起きた。1962年に、 英国教師協会が正式に9番ルンバをルンバの基礎とすることを発表し、これ以降社交ダンスでルンバといえば9番ルンバを指すようになる。ありがとうございます。